こんにちは。今日は、だるまっていうところで糸巻き機を購入しました。ネットで購入しましたね。こうやって入ってて、で使い方がね、こう入ってて、日本語で書かれているのと、こう英語で書かれているのと、こういう感じに、ね、なってます。簡単な作り、簡単な作りというか、組み立ては簡単ですよね。まあ見ないでもできるかなって思うんですけど、私ね、説明書をこうやって簡単に書かれててもあんまり読まないんですよね。こうね、多分こうですよね。こう、まあ読んだ方がいい。まあここを持ってですね。で、ここをはめるんですよね。こっちが緩むで、こっちが。でここ見たら、こうだ、こうで、でこう出しますよね。でここを、ここはねテーブルに開けるんですよね。ちょっと開けます。ここはね、これで緩めますと、緩めて、これ閉まるか、こうやってね緩めて、でここにテーブルのね隅にかけて、で動かないようにね閉めます。こういう風に、まあね、こういうのはあんまり木のテーブルでやりたくないんですけど、まあしょうがないな。こうやってね、しっかり止めますよね。閉まるだからこうですね。こういう感じ。これでちょっとねやっていこうと思うんですよね。いつもね私これこの糸なんですよ。ヒートザカストアーズですよね。めちゃくちゃでっかいのを手巻きでするとこうやって巻いてたんですよ。もうね、これがもうめちゃくちゃしんどくってやっぱね、いつか欲しい欲しいと思ってて、やっと買いました。で、これが税込みで5380円でしたね。このね、色に惹かれて、だからもうちょっと安いのはあるんですけど、まあね、ちょっと高くなったんですけど、まあ色大事なんで、まあ、白とグレーが好きなんでね、こっちにしました。長く使っていくものだし、まああんまり変わらないは変わらないと思うんで、ちょっとこっちにしましたね。じゃあちょっとこれをね、見えない、これをねちょっと巻いていこうと思います。でここのこう寝てるのを立てて、こう引いたら立つんで、こう立てて、でここに糸を入れて、こんな感じですよね。入れて、でね、なんかここにこう食い込むところがあるので、食い込んでるところがあるので、ここに糸を入れて、まあね、これ一緒に巻いちゃったらあれなんで、多分こうですよね。めっちゃぎこちない、こういう感じかな。で、ね、私も右利きだからこれめちゃくちゃやりにくいんですけど、まあ、ちょっと今説明のためこう左でやってます。あどうなんかな。結局ね、この大きいのがガランガラン回るから一緒は一緒なのかもしれないですけどね、まあ、手で巻くよりだいぶ楽なのかな。もうちょっとギュッとして、面白いよ。
面白いですね。あ、テレビ見ながらとかできますよね。あ、手巻き、手で巻いてる時も、あら、ちょっと濡れちゃったからかな。ぐっと引っ張ってかな。慣れない。こんな感じでね。でもなんか巻いてる面は綺麗ですよね。さあどうだろう。めっちゃ慣れない。左でやってるからかな。利き手じゃない方でやってるからか。こうですね。こう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 。面白いは面白いですね。すごい。感じ、あ、上手くなってきたんじゃないでしょうかね。すごい面白い、面白いですね。あ、でもこうやって持ってるとスルスルっていきます。こっからずっと引っ張ってこう動かせてねやるとこんな感じで、あら、これどこないできる。面白いですね。両手でやってたら本当に両手が疲れてましたけど、左手だけとかね、右手だけで済むからいいかもしれない。いいですね。ちょっとこれでずっとやっていこうと思います。中心がもっとね、あの細かったらいいんですけどね、それはしょうがないのかな。これで、ね、最後までやっていきます。こんな感じにドーンってできてきました。めっちゃ大きくなったんですけど、なんかね、傘を減らしたくて編み直してるのもあったんですけど、まあ、この分どうしても大きくなりますよね。もともとメーターも入ってるからっていうのもあるんですけど、でこの最後をこう抜いて、ね、中心、この中心をね、真ん中から持ってきたくて、私はずっとね、こう巻き直してるんですよね。こう倒すのかな。で、ここを抜いてっていう完成。どうだろう。あ、なんか下とかのね、こう巻いちゃってますね。ちょっと、よくここに引っかかってないか見て、ですね。で、こう、ここはね、指を押してって書いてました。でこう抜く。でっかくて映りきらなかったんですけど、こんな感じでね、ここからスルスルって、でも穴がすっごい開きましたね。こうやってペチャンってして直してもいいのかもしれない。でもすっごい巻くの早かったです。やっぱり買ってよかったですね。これもね、ちょっと教えていただいたんですよね、コメントで。なんか私はね、こう手で巻いて、で大きいね、さっきのレース糸からこれ手で巻いて、どれぐらいちっちゃくして、あの収納をね、なんかちっちゃくしたらいっぱい入るじゃないですか。いっぱいレース糸持ってるから、それでちっちゃくしたくってっていうのもあって巻き直してたんですよ。でも多分ね、あの見ててしんどそうに見えたのかもしれない。なんかコメントでね、手巻き機こういうのありますよって教えていただいたんですよね。でそれからちょっと探してて、で自分の好みの色あるかなと思って探してたら、これがちょうどあってっていう感じでね。あとベージュとオレンジみたいな、そういうのもありましたね。それがちょっとこれより安かったのかな。まあそっちにしようかなと思ったんですよね。糸巻くだけだしと思って。でもやっぱりなんかね、ずっと使っていくものだと思うんですよね、これ。
そんなにね使う頻度は少ないと思うんですよ、糸を巻くタイミングの時だけだからね。うん、だからそこにそれだけ、安い方をね選んでもよかったのかもしれないんですけど、やっぱりちょっと、ね、こういうのは色とかね気に入った状態で買いたかったんで、こういう感じでね、こういうポイントポイントでこことこのボタンとこういうとことかね、この裏とかもグレーなんですよね。こういう感じ、その色だけで私はこれを選んだんですよね。うん、あのベージュの方はもうちょっと、3000、まあ、確かなことはちょっとわからないですけど、これはねあの下にリンクを貼っておくのでよかったら見られてみてください。こんな感じですっごい良かったですよ、買ってみて。なんでもっと早く買わなかったんだろうと思うぐらい。これでね全部巻いて、まあねこれはこうやってペチャンってしてやるから、まあここは広がっただけでね、まあコンパクトに収納していけるんじゃないかなって思います。で使いやすいし、そう教えてくださったことありがとうございました。本当にこれで私の時間が増えます。また別のことをする時間がね、もうかなり時間かかってたね、これ1個作るの、こうやってね巻くのあこれをねあの中からこう取っていかれるじゃないですか、だからすっごい中が空洞になってなった時にまたこうやってちっちゃくこう糸巻き機で巻いたりとかしてるんですよね、これ。だからこんなにちっちゃい感じになってきて、こんな感じでね、やっぱり時間かけるべきとこじゃないですもんね、こういう糸巻くところって。だからこのねあのストーブの音あの何ていうんですか、この浮いた時間でまた編み物ができるって思ったらワクワクしますよねこんな感じで今日は購入品紹介でした。ね何か参考になるなればいいなと思って、はい、今日も最後まで見てくださりありがとうございます。